前回の家族だ。前々から集めているレンガ。さてこのレンガどうしたものだろうか。ぶっちゃけレンガを使った建築物って大きめのものが多いんだ。小さめのものがない。だから今まで作ってこなかった。ただそれだけだ。でも重い腰を持ち上げ、ようやく建築に取り掛かる。作り出したのは時計台。まあほぼほぼ豆腐と言われても仕方のない出来になったんだけども、薄めで見るとまあまあ立派に見えることもあるよ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。ここでの挨拶も板についてきましたね。あぶね、殴るとこだったお前。あぶねえわ。はい、まあこんなわけでこの島も建築物がえげつない。あれで見るとなんか地図ちょっと確認してみるか。あれ、なんか泥棒いるぞ。おい泥棒よ、これなんかブロック取って、ブロック取ってるだお前。頭かちまっと、頭かちまっと、どっから持ってきた。よし、またやってしまった。ちなみにこのマップで言うとできたのがどれ、あれこれって反映されねえの。ここら辺だよね。ちょっと待って、こうするとできた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 。反映された。そういうことなんだ。これ持たねえと反映されねえんだこれ。まあ、こんな感じで出来上がりましたということで、いやまあまあみちみちになってきましたね。こう見ると最初のリスポーンのこの島とか、ここにリスポーンするわけなんで、ここら辺まだ全然立ってないし、まあ、まだまだにぎやかにするね要素はいっぱいでございます。ほんでそういえば熱帯魚こ、あいたわ、熱帯魚攻撃の人を。マジ減らしたいんですよ熱帯魚。おいえす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 。他はまあまだいませんな。まあというわけで、まあ、薄めで見るといい建築物がね出来上がったということでね、もう皆さんも喜んでいらっしゃる。あでも結構いいな、思ったより。下手にデコボコつけるとねこれ難しいと思うんですよ。この平面でかつねこの色使い、天才と言っていただいてもいいですよ今回ね。コメントありがとうございます皆様。まあほんでですね、まあ、私ですね、まあ、元からそこまで髪の毛多くない、今に始まったことじゃない。ほんで皆さんにも聞いてみたんですけども、仲間がいて嬉しく思います。 9% の方みんな友達。あもちろんね、ふさふさの方もねお友達ですのでご安心ください。あなんかドズポン島になんかいる。ちょっと待ってちょっと待って、そうだったそうだった、動物好きな後輩のために動物増やしてあげる予定だった。うるせえ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 、あれちょっと待ってな、増えねえんだよな。もうちょっと竹、あてた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 ハート、もうちょっとこの竹林の中じゃないとね、これもうちょっと内側じゃないとこれ繁殖のあれにならねえんだと思う。どうと出てるこれ。あっ OK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 。順調に増えつつありますね。あれお前たちも、お前たちもさ、これ竹に寄ってきてんのかな一応。あ寄ってきてるわ。おいです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 こっち、おいですよこっち。ここの島の住人は動物が好きなんだ。だからもっとねもっと増やしてあげたい、みんなの笑顔のため。あいいね、増えますよ増えますよこれ。あー来ましたね。あーかわいいパンダちゃんがいっぱい。いやもっともっとね将来的に増やしてやるからな。あーちなみに攻撃品いらない、全体的にいらない。まあ、でももらっとくか。ありがとな、ちゃんとこれ募金しといてあげよう。これいらねえからあげよう。まあ、というわけで本日はですね皆様からいろいろアドバイスいただいたんですよ。そう本日はですね TNT の、まあ、研究してたんですけども、これだけちょっと分かんなくてさ、トロッコなくても行ける方法はありますよ。マジどうやんのそれ。まずねこのトロッコが一体何なのかってわからない方もいらっしゃると思いますので、まあ早速、まあ、試していこうかと思います。1トロッコ、レールも必要ですね、レールも。さあというわけで早速行いたいなと思うんですけど、ここら辺は大丈夫でしょうか。危険性しかないような気もするな。いい場所ねえんかな。まあ、でも今回結構広大なね土地が必要かもしんないので、いやもうすごい方法もね考えついてしまったんですよ私に。絶対真似しちゃいけないレベルのものがねおそらく出来上がってしまったので、ぜひこれ皆さんね、いやでも真似はしないでほしいな、危ない、非常に危ないので。あではですね早速、行ってみたいなと思います。この余ったやつを、謎の穴に埋めていく。これなんだろう、これ帯電クリーパーの跡だよなおそらく。
でかすぎるもん、穴が。あ、そんで、トロッコっていうね、なぜトロッコなのか、教えましょう。まず、まあ、ちょっともったいないので、これ4個だけでやりますよね、4個だけで。おい、鳥、危ねえかな。言ったかな、危ねえかな。お前、取りに行くなるぞ、ここに行っと。取りに行くなるから、まあ、ガチめに取りに行くなるから、マジ離れて。まあ、今まで、こういったやつでね、まあ、起動すると、これ、飛んだんすよ。そう、飛べない。統合版ってなんか挙動が違うみたいなんだよね。なので、どうやったら飛べるのか、もうここでね、トロッコをピッとこうしていただくことで、なんとね、ピョーンと超微妙。まあこんな感じでジャンプできるようになるというものでございます。まあ本でいろんな情報が入ってきておりますので、本日はそれらを試してね、もう未知の世界に皆さんをお連れ出そうと、ということで言っています。そんでこちらはですね、スライムブロックの、トロッコギリギリに置くというなんかやり方なんですけども、これがねちょっと分かんなくてさ、ギリギリに置いた方が飛びやすい。ほんでこれ多分ね、ボムが中央に寄れば寄るほどいいってことなのかな。まあ、ちょっと工夫してみますか。この真ん中をスライムブロックにして、かつ TNT を真ん中に寄らす方法を取っていきたいなと思います。なのでこっから1、2、3、4、5、6、7、8ます。こうすることでどうなるのかというと、ジュバーっと流れて、まあ、ここに行き着くとね、でこれ四方やるといいんじゃねえのか、これ。これやべえのができる。2、3、4、5、6、7、8。これやべえのできちゃう気がするんだよな。このボムの位置でも全然変わってくるということなんでしょう、これ。でここ動物いっぱいいるからさ、え、あれなくなった、あ、こうか。えい、周りの動物が巻き込まれないかだけが心配めっちゃ寄ってきてるし、動物めっちゃ寄ってきてるし。待てよ、1、2、3、4、5、6、7、8ます。えいや、1、2、3、4、5、6、7、8。おお、いけた。だ、とりあえずスライムブロック持ってくる。スライムブロックが欲しい。お、めっちゃ刺さってるめっちゃ刺さってる。おお、まず1本目、スライムチャンク正確に測っててください。あー、なるほどね、スライムチャンクの場所を。あ、今度一緒に掘ろうって言ってたから。ということはもう一個はこれ作りましたよと。あ、マグトラごちそうさまでしたと。いやいやいや、こちらこそですよ。スライムチャンクの場所をですね、今度正確に測っておきたいなと思います。これでスライムブロックももりもりと。なお返事、お返事。いや、いいですね、こういうね、アナログなやり方もいいですね。まずこれね、スラちゃん、ほうれん草が大切だから、うん、社会人。そしてもうこれもお礼をね、踊る人形ありがとうございましたと。いや、実はですね、前回突如出来上がってた人形さんがいらっしゃいましてね、この裏の方に。あった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 、これですよ。マウンインはね、作ってくれたんですよ。これ踏んだら踊りますと。ほら、しかもなんか爆発するっていう、ここら辺で。ほらなんだこれというね、そんな装置でございます。はい、一旦寝て、さあ、では行きますよ。違う、スライムブロック持ってきてないや、お前。あ、こいつ絶対剥げるわ。この頭スリスリ、絶対剥げるわ、お前。お前も気をつけろよ。剥げの話は置いといて、さあ、本当に、っていうか、そもそも多分これは違うと思うんだけど、端っこにいた方がね、飛ぶっていうね、連絡が。待って、ぐんぐんギルも刺すの忘れてた。待って、忙しい。あ、こっから行こう。鉢の上から行こう。ぐんぐんギル、ぐんぐんギル。オッケー。いや、こっち。ちょ、方角によってね、この霊の位置がね、ちょっとずれることがあるという。あ、ちょっと行ってみますね。端っこの方が飛びやすい。まあ、でもさっきのジャンプ力みんな見たよね。こういうことだね、こういうこと。ちょ、これでやってみよう。もう贅沢にね、配置させるから、これ。こんで行っちゃうから、みんな。これに、レッドストーン、この上に配置すればもう完璧。OK だね。なんかここにボタンを押してしまえば、いけるね、これ。いける？あと、待て。一旦押して、あ、乗った、行くよ。何メートル行く？はい。120、100。なんかちょっと違ったみたいだ。
こう真ん中の部分を待って待って普通に戻してもいいかい。今回これほら見てみて、こうスライムが真ん中に集まってるように、まあ、綺麗なんですよ。さあこれをですね、はい、まあまあこの標準仕様でちょっと今回行ってみよう。さあこれでどんだけ飛ぶのか。はい、いきますよ。はい、あ、意外と、あれ意外と飛ばないんだ。まあでも今回ね、自信作があるんです。もう絶対真似しちゃダメというバージョンの自信作があるので、今回はねもうそれをねやって終わろうと思います。ほんで大変危険なね技ですので、もしかするとまたねカズさんが見えなくなる可能性がある。ちょっとこちらの方でですね、あの久々に あの方ちょっと来てもらいますので少々お待ちください。ではですね、来ていただきましょう。なんかショートが聞こえるな。来た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 。あ、お久々でございます。よろしくお願いします。本日はどうもどうもどうもよろしく、どうもよろしくお願いします。そんなら一緒に向かいましょう。さあではこちらの方に、さあではレッツゴーでございます。カメラ目線ナイス。酒井さんカメラ目線ナイスでございます。なんかすっげえプルプルして、おしっこ我慢してんじゃねえだろうな。恥ずかしいだな。行くよ。さあというわけで到着いたしました。ちょ待って、なんであいつが乗ってんだよ。ちょダメだぞ、ここ危ねえから。ちなみに今からやるのがもうえげつないですよ。これやばいっしょ。むしろ足りなくなってる。ちょっと待って、まあ使う TNT ね雑に数えて約100個、これは危ないとしか言いようがない。水流が間に合うかどうかだけはちょっと心配なんだけど。さあこれでどこまで行けるのか。念のためにこのレッドストーンもある程度敷いといた方がいいんだよな。全部敷いとくか、失敗したくねえしなこれ。さあこれで OK でございましょう。では酒井さん、しっかりと見届けてください。任せろ、カメラは OK だ。ではカメラ OK ですね。では参ります。おら行ってくるから。というわけでレッチゴー。行ってる行ってる、やべやべやべ、やべ、いない、うちが描写され、おお出てきた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 。まだまだ伸びていく。1500m、1600m、まだまだ伸びるか、まだまだ 1600m で終了。いや、やべかったなこれは。これはやべかった今の。どこだここ、ここはどこだ。ということで本日はこんな感じで終わりたいなと思います。どっか行っちゃいました。いやー、いかがだったでございましょう。もしですね、1600m 以上ね行けるって方はまたはね私のところにねアドバイスのほどお願いします。統合版、ちなみにサバイバルモードだとね飛ばないとか傾向があるみたいだから、そこら辺ちょっとご注意ください。そしてね、村のこの島の発展についてちょっと質問があった。建物を増やす、村人を増やす、動物を増やす、さてどれをするといいのかな。なんか今実績解除しよう。さあどれかまた教えてください。というわけでまたお会いしましょう。バイ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 キン。